前方に兵が。やはり周囲に読まれたか。心配ご無用。我が君、後に参る際、軍師殿より三つの袋を授かりました。前もって策を講じてくださっていたのです。一つ目は露光地に着いた時使いました。兵士たちに派手に買い物をさせ流言が広まるように。二つ目は主君とあえて仲違いし、私に慶州に戻るようにと。して三つ目は。三つ目はいざという時に開けよと。直ちに開けるのだ。これは我が君に当てて書かれています。私に歯向かうのですか。お嬢様、決してさようなことは。大都督の命令で劉備を捕らえよと。命には背けませぬ。周囲を恐れ私を恐れぬと。周囲は人を斬るが私は斬らぬとでも。ましてそなたたちは三代にわたり仕えた孫家の武将です。周囲の顔色ばかり伺って主君である兄上をないがしろにするのですか。お嬢様、さようなつもりは毛頭ございませぬ。ならばよい。兄上の命により夫の祖先の御霊に祈ってまいる。母上のお許しも出ています。私を止めれば首はないものと思いなさい。開けよ、道を開けよ。行くぞ。は思いますに、先生のその一手では決着がついてしまいます。うん。そのようだな。この一局また私の負けだ。私は先生に勝ったことはございませんでした。されど今日は先生が惨敗続きです。どうやら心ここにあらずといったご様子ですね。趙雲が江東に向かい幾日経ったか数えた。何事もなければ主君から便りが届く頃だ。されど未だに何の音沙汰もない。はい、確かに妙ですな。今日は役所も静まり返っておる。何か物足りぬのだ。一体何が。張飛は日々酒によっては私を罵倒しに参っていたが、なぜか今日は姿を見せぬ。それがどうかしましたか。張飛は主君を思うあまり私に不満を抱いている。よもや武力に訴えようと。軍の中で戦に長けた兵は一万。主君と関羽張飛が北方から伴った者たちだ。長年主君に付き従い関羽と張飛の命とあらば必ずや応える。その者たちを率いて私を捕らえれば兵符を奪い慶州軍を東へと進められる。さようなことになればどう応じるべきでしょうか。ああ、養生よ。私の兵符を持ち甲冑の部隊を動かせ。直ちに先生の護衛に当たらせます。待て。何か。甲冑にはぜひ夜中に部隊を率い出立するよう命じよう。先生。
それは何故？甲冑は慶州の出、私も慶州に長く、日頃から何かと親しくしておる。関羽と張飛が武力に訴えると知れば、甲冑は黙ってはいまい。軍はようやくここまで大きくなった。味方同士であやめあってはならぬ。築き上げたものが崩れてしまう。されど、私まで出立しては誰が先生をお守りするのです？案ずるには及ばぬ。私はこの三寸の下で高等の賢人を圧倒した。暴れ者二人くらいたやすい。賢人には道理が通じますが、両人にはかえって道理が通じますまい。説き伏せられずとも、私には監視性の中心がある。シスとも構わぬ。先生、何故死を覚悟なさるのです？先生がおられねば、天下はいかが相なりましょう。死は己を知る者のために死す。我が君のためならば、私は死をも厭わぬ。資料着いたぞ。長江だ。孔明は迎えの船をよこしているはず。急ぎ船を探すのだ。御意。劉備、おとなしく馬を降りよう。そなたは呉の娘婿、傷つけるに忍びない。資料よ、第四の袋はあるのか？ここで決死の戦いに挑みます。やめておけ、分が悪すぎる。劉備、観念するのだ。我が君、大都督に申し上げる。軍師殿のことづてです。傷が癒えておられぬゆえ、ご無理は禁物。両家は隕石、幾久しくご抗議賜りたく、大都督におかれては自重されたし。大都督、大都督、大都督、どうなさいました？殺せ、殺せ。近づけば容赦はいたしませぬぞ。我が君、安里下ったところに船がございます。お急ぎください。資料、行くぞ。御意。我が君、軍師殿より別れの言葉がございます。周囲に聞かせと存じます。構わぬ、伝えるがよかろう。伝えよ。死ぬを褒めおけ、天下を休んず。妻を失い、また兵をくじく。死ぬを褒めおけ、天下を休んず。妻を失い、また兵をくじく。死ぬを褒めおけ、覚えてくれ。これはお揃いで。呉の討伐命令を下していただきたい。この兵馬はかつて主君やお二方が率いていた数百人の小隊とは違うのです。数万の大軍なのですぞ。戦うべき時期も戦い方も
勝手には決められませぬ。どんな王女隊だろうと、アニジャが生み出し育て上げた軍隊に変わりない。アニジャがおらねば天下を手に入れたとて何の意味もないだろう。分かっているぞ。そなたはアニジャが戻らぬことを望み、慶州を乗っ取る気なんだ。お二方と同じく私もまた主君に対する思いは深い。私も主君のごとき英雄にお目にかかるのを長年待っておりました。お二方に勝るとも劣らぬ主君への忠誠心が私にもあるのです。されど戦とは感情に流されてはならぬもの。策を練り耐えることも必要です。諸葛先生は弁舌に長けておられるゆえ、うまい言い訳をあれこれ並べ立てられる。なれどそなたが慶州で兵馬を集めたのは我らを制するため。そうでなければ何故突然甲中や義援の兵馬を召集したのだ。何を企んでおる。兄者が中原から連れてきた兵馬を一掃する気か。お待ちください。先生を誤解なさっています。先生はお二人が本日事を起こされると思われ、私に兵符を持たせ甲中殿の兵馬を急ぎ城の外へ出されました。その意図はすなわち味方の何万という者たちが撃ち合い敵に利を与えるのを防ぐことにあります。その話まことか。私の話を信じないとおっしゃるなら外をご覧ください。公安の城内に慶州の兵は一人もおりません。何はともあれ私は兵を引き兄上を助けに行く。誓ったのだ、死すときは我ら兄弟ともに死なんと。この世に私とよく徳ほど我が兄上を強く思う者などいるはずがないのだ。よく徳、ここに。慶州の兵など当てにはならぬ。我ら古参の一番の兵のみが兄上を窮地からお救いできるのだ。行くぞ。ああ、行こう。待て、行こう。行こう。将軍、申し上げます。主君が戻られました。え、何、本当か。本当です。門の前に。兄貴、行こう。ああ、急ごう。さあ、早く行こう。先生、主君がお戻りに。お出迎えに参りましょう。先生が泣かれるとは、何年もお仕えしておりますが、かようなお姿は初めてです。雲長、よくとく。アニジャ、アニジャ。兄上。アニジャ、おおき、雲長、よくとく。アニジャ、どれほど会いたかったか。兄上、よくぞお戻りに。雲長、よくとく。私も会いたかったぞ。うんうん。兄上、お、軍師はなぜ孔明がおらぬ。ああ、軍師殿なら中で。さあ行こう。孔明の策がなければ今頃どうなっていたかわからぬ。軍師殿、軍師殿、兄者が戻られた。軍師殿。これは何だ。どういうことだ。ん、さては軍師の怒りを買ったか。よくとく、お前、私の留守に軍師に立てつく真似をしたな。なんとか申さぬか。あっ、兄者、軍師殿を探してきます。どけ。ああ、
生、追いかけてきました。構うでない。船頭、船を出すのだ。はい。船を出すな！待て！軍師殿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 、どうか行かないでくれ。この張飛が軽率ゆえ怒らせてしまった。この通り、そなたにお詫び申し上げる。先生、関羽もお詫び申し上げまする。孔明よ、すべて分かっておる。二人とも悔いておるゆえ城へ戻ろう。戻った後、二人を罰すればよいのだ。軍師殿、ひざまずいてお詫び申し上げる。これ、兄貴も急いで。ああ、お詫びなど結構。去ると決めたのです。この心はすでに死んだも同然です。軍師殿、俺たちがひざまずいて詫びるなんて初めてだ。されど今日はそなたのためにひざまずいて頭を地面にすりつけよう。でも許してくれんのか。どれほどの狭いお方だ。兄ちゃん、もうよい。許してもらえんなら我らとて遠慮はせん。兄貴、武士殿を担いで帰ろう。よし、行くぞ。行くとく、よくとく。運長、殺さぬか。そなたたちとはもはや無縁なのだ。これでは運長、よくとく。無礼であるぞ。殺さぬか。こら、よさぬか。衛兵のように突ったって大義だな。兄じゃ、俺たちが酒や魚を運ばせたのに手をつけてくれんのだ。兄上、一日経っても軍師殿はまだお許しくださりませぬ。お口添えよ。兄じゃ頼む。そなたら二人の自業自得だ。これで懲りたか。ああ。孔明よ、我が君、座ろう。恐縮です。孔明よ、あの二人は間違いを犯したと認めている。十分悔やんでおる。我が君、あれ式のこと意に介してなどおりません。されば何に怒っておる。率直に申して、関羽と張飛のあの気性は改める必要がございます。二人は何万の兵を滑る将軍として重責を担っております。戦という生きるか死ぬかの瀬戸際で感情に流されては負けはおろか、軍全体に害を及ぼします。いかにも、とりわけ張飛だ。気性が荒く、酒に目がなく、したたかによっては部下を罵り殴る。確かに改めねばならぬ。いいえ、我が君、私が憂いておりますのは関羽のことなのです。張飛のごとき粗暴さはございませぬが、
傲慢です。この広い天下において従う相手は主君のみ、他の者は滋賀にもかけず、曹操も周囲も関羽にとっては雑草も同じ。我らが力を増せば関羽は今後一地方を任されることでしょうが、あの気象では危険です。例えば周囲も優れた力を持ちながら私に負け続けるのはその気象ゆえ、関羽も張飛も優勝です。しかしながら度量を広く持ち、何事にも耐え謙虚になり、半身の股くぐりのごとき恥ずかしめにも耐えなければ、いずれ痛い目に遭うでしょう。先生は二人の欠点を見抜いておられる。私などよりお分かりだ。感服いたしましたぞ。頭が下がりまする。我が君、お二方、茶でもいかがか。これはかたじけない。軍師殿、この茶は苦い。やはり酒にしよう。いや、茶を飲む。そうか、そうだな、茶を飲もう。軍将、軍師殿に茶を。ギョイ。ああ、大都督、就労の妙計、天下を休んず、妻を失い、また兵をくじく、厳重に包囲したが、劉備は網をかいくぐり逃げた。挙句諸葛亮のあの言葉、人をからかいおって、狡猾で忌々しいやつめ。大都督、怒ってはなりませぬ。それでは諸葛亮の思うつぼです。逆上させ、お体を害そうというのでしょう。使命よ、そなたの申す通り、私を怒らせようと煽っているのだ。姑息な手段で怒りの火に油を注ぎ、挙句は私の命を奪う気だ。よかろう、怒りはせぬ。我が軍は破領にて待機しております。大都督、何とぞご加盟を。この首を失いましょうとも、慶州を奪います。ならぬ。何故。貧しいでの上格のないそなたは、戦場で懸命に戦うばかりで、計り事をなすことを知らず、五家の亡者と現れた。されどその後奮い立ち、強くあろうと努め、私に兵法を学んだ。だいぶ成長したが、まだ考えが足りぬようだな。愚かでした。将たる者、敵の内情を知り、弱点をつかねばならぬ。劉備が江東に留め置かれていた時、慶州は手薄であった。結束が弱まっていた。あの時に撃たず、劉備が戻った今、この時に撃とうとするのは愚の骨頂であろう。大都督、主君がお見えです。まずい、早く片付けろ。我が君。後金、拝謁いたします。後金よ、病が重いと聞き
死刑を連れ見舞いに来たのだ。お気遣い感謝します。ご覧ください、この通り達者にしております。ご心配なく。ええ、大都督は度量が広い。些細なことを気に病んだりなさいません。ご心配遊ばしますな。我が君、死刑殿、どうぞ中へ。しからば。黄巾、劉備が妹を連れ公安に逃げた。偵察兵によれば、腹心の部下も皆公安に集い、兵士たちを調練していると。ここ数日、我が兵は奮い立ち、軍の士気も高まり、将軍たちは戦をせよと申す。慶州城は物気のから、今こそ攻め入る時だと。どう思う？主君も皆の気持ちをお分かりでしたか。ああ、主君が慶州城攻略を望むお心は誰にも劣りませぬ。されど、劉備に戦を仕掛けるのはまだ早いとお考えです。されば、何故おいでになられた。私はすでに無用のはずです。黄巾、さようなことを申すな。ここへ参ったのは、そなたと体型を話し合うためだ。我が君、この数日、考えに考えを重ねておりました。大事をなさんと欲すれば、感情で動いてはならず、小さなことにこだわってはなりませぬ。よいぞ、よく言った。思いますに、劉備が慶州から手を引くはずはないかと。されば、劉備を慶州牧に任じるよう巨都に上奏なさるのです。何故お笑いに？黄巾殿、実のところ主君もそのおつもりで、そなたと話し合うためにいらしたのだ。なるほど。なれば、主君のお考えを当ててみせましょう。申すがよい。まずは、慶州は劉備の手中よりしばらくは戻らぬゆえ、褒美として劉備に任せることで、我らの度量の広さを示すのです。次に、主君が巨都に上奏なされば、曹操は戸惑います。隕石となったことで両家の結束がさらに固くなったと思わせれば、皇統には手を出さぬでしょう。さらに、劉備の油断を誘えます。我らが劉備との関係修復を望んでいると思わせるのです。共に曹操に立ち向かうと思わせ、劉備の隙を伺いことに及ぶ。いかがでしょう？その通り。ここに我ら主君と臣下が身分の別なく意見の一致を見ました。我が皇統は必ずや大事を成し遂げるでしょう。我が君、巨都からの書状です。思いもかけぬことが。何と言ってきたと思う？おそらく朝廷が感触を与えると。まさしく。ただ思いがけぬのは、上奏したのが孫権だということだ。私を慶州牧に押した。実に喜ばしい。我が君、義弟の挨拶のない出立にあちらは怒るどころか、手厚い礼を尽くしてくださったのです。なんという度量の広さ。負けを認めたというわけか。兄上、して曹操はいかに？曹操は同意した。孫権の上奏に同意し、さらには
朝廷に別の上奏もした。周瑜を南軍大守に、定府を甲賀大守にとな。なるほど、やはり曹操が一枚上手ですな。それはどういうことだ。孫権が朝廷にそのような上奏をしたのは曹操を牽制するためでしょう。つまり両家はかように親密であり、手出しをすれば我らは共に迎撃すると。さらに上辺だけの関係ではないと曹操に知らしめる。実際は慶州をめぐり争っていてもです。曹操はより狡猾です。劉備を慶州牧に任じてほしいなら認めてやるが、自分はさらに周囲を南軍大守に、定府を甲賀大守にならせてやるという。いずれも慶州の要であり我らが支配している土地です。曹操は探りをかけておる。大使の地位を餌に孫劉連盟が本物であるか否かを試しておるのだ。両家がいさかうよう焚きつけて。軍師殿、この命によりもし周瑜が南軍に赴任すればどうすべきか。ご安心を。周瑜が欲しいのは慶州旧軍です。甲賀や南軍のみでは不服です。死刑殿、何かあったか。曹操は狡猾です。劉備に慶州牧の位を与えたばかりか、そなたを南軍大守、定府を甲賀大守とした。曹操は名ばかりの地位を使い、我らを劉備と争うよう仕向け、戦を始めさせようという魂胆なのです。主君はご存知か。すでにご存知かと。明日きっと大将をお尋ねになる。故にその前にそなたと策を練ろうと参りました。慶州に何か動きは。兵馬を調練し、水軍もまた陸港に移ったとのことです。我らを警戒しているのだ。座られよ。そなたと腹を割って話がしたい。黄巾殿、もっと早くそうするべきであった。さあ、さあ。高騰の対局は主君を除き我ら二人の肩にかかっておる。そうではないか。さよう。ゆえに我らの見解が一致せねば主君を解き伏せられず、高騰も一つにできぬ。そうではないか。さよう。結論から先に申せば、慶州を取らねば我が高騰は常しえに休んじられぬ。慶州を取ってこそ北の曹操を攻められるのだ。大業をなせる。慶州を取るためには劉備との一戦避けては通れぬのだ。そうではないか。おっしゃる通りだ。我らの違いはただ慶州をいつ攻略するのが有利かということだけ。よし。されば考えを余すことなく伝えよう。そなたが主君と見舞ってくれた際話したのは一部だ。あの日は劉備を慶州牧にとの上奏を提言されましたな。あれは手始め。次の手があるのだ。劉備が出兵するよう促し、聖職を取らせる。我らは取り決めた。劉備が新たに地盤を得た時は慶州を返還すると。さよう。聖旨は主君がお持ちだ。劉備と諸葛亮の書き換もある。劉備の元を訪れ聖職を取るよう催促するのだ。さもなくば10年はこのまま。そこまで待てまい。それは構わぬ。されど。なんだ、兵馬が整っていないなどと抜かし先延ばしにされるのを恐れているな。
違うか。まさしく黄金殿ご明察です。そのくらいは予想がつく。相手の答えが分からぬ問いは初めからする必要などないのだ。問うからにはあらかじめ相手の答えを知っていなければならぬ。敬服しますな、黄金殿。思った通りに諸葛亮が何かと口実を並べてきた場合、どう対処すべきですかな。されば我らはその次の手を打つ。こう伝えればよい。我が方の兵馬は精鋭揃い。その上兵糧の蓄えも十分にあるゆえ、生食は取れぬというなら我らが助太刀いたすと。生食を取り、その地と慶州九軍を交換したいとな。これで偶の根も出るまい。さすがです。返す言葉がありますまい。諸葛亮ですら口をつぐむでしょう。されど黄金殿、生食を取ろうとすれば兵も兵糧も大量に消耗いたしますぞ。さてはその次の手が。無論お示しくだされ。道を借りて核を打つの刑。生食へは慶州を通る。進軍すると見せかけて向きを変え奇襲をかける。劉備は不意をつかれどうにもならず、三日で我らの勝ちは決まる。何か。黄金殿、その策は極めて危険だ。されど。されど何だ。主君が同意されれば私も全力でそなたを援護しよう。もはや後には引けぬ。それはよい。こたび必ず慶州を取る。誠に大したものだ。わずか半年のうちにかように多くの兵馬を集められるとは。数は多くともいずれも新兵です。まだ使えません。調練すればよい。幸い大きな戦は起こっておらぬ。まさに今調練中です。ご覧ください。よくとくも酒を断ち、新兵の調練に忙しくしております。さあ行ってみよう。え、戦に向かうにあたり初めに何を学ぶべきだ。申し上げます。戦となれば刀剣は手放せません。刀剣の扱いです。それから弓の扱いです。正確に抜けば近寄らずとも敵を倒せます。違う、皆間違っておる。兵士が初めに学ぶべきことは大声を出すことだ。刀や弓ではたかが知れている。だが部隊の皆で叫べば十里先の敵も肝を冷やしておのずと退却する。知っておるか。俺はかつて長藩派で一括し、曹操の数十万の大軍をおののかせ退却させた。さあ俺について叫べ。殺せ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 。何をやってるんじゃ。え、葬式か。もっと大声で殺せ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 。よくとくの長年は誠に珍しい。よくとくはどこの誰とも異なる。報告申し上げます。我が君、ロシク殿がお越しに。孔明、そなたの言う通り周囲が手を打ってきた。急ぎ迎えましょう。我らは隕石ですから。行こう。玄徳殿、孔明殿、酒はこのくらいにして、そろそろ本題に入りましょう。死刑殿、わざわざのお越し、御用の向きがございましょう。さあどうぞ。しかと伺いますぞ。いえ、
我が主君と劉公宿は今や隕石なのです。両家の意見が違うようなことがあってはなりません。いかなる話であろうと伺うゆえ率直に申されよ。さすればより近しくなりましょうぞ。朝廷からの命で周瑜と帝府がそれぞれ南軍と甲賀の大衆に任じられました。近々任地に赴きますゆえ、かの地よりお立ち退き願いたいのです。朝廷からの命で周瑜と帝府がそれぞれ南軍と甲賀の大衆に任じられました。近々任地に赴きますゆえ、かの地よりお立ち退き願いたいのです。周瑜殿はまこと南軍大衆になられるので？それだけでなく、帝府は甲賀大衆を務めます。死刑殿、我が君は朝廷によりすでに慶州牧に任じられており、その州の中の大使となれば、つまりお二人とも我が君の下に属すということになります。ご心配なく、差し支えございません。劉公宿が二箇所から立ち退かれるなら、両名とも公宿の治める慶州に属し、死をも恐れず誠心誠意尽くす所存です。お聞きください。我々は二本の箸で物を食べる。一本取り上げられたらいかにして食べればよいのです？どういう意味ですかな。南軍と甲賀の話をしているのではありませぬか。同じ話です。南軍はまさに慶州の要ともいえる地、失えば慶州は保てませぬ。南軍を取られるは箸の片方を、ひいては食べ物を取り上げられると同じです。加えて甲賀は裏庭も同然。我々の裏庭で馬を飼い、兵を駐屯させたいとおっしゃるとは、そんな道理は通りますまい。うまいことをおっしゃる。さすがは孔明殿ですな。さすればそちらには南軍らを手放すつもりはないと。大変申し訳ないが、とても応じられません。良いのです。正直にお話しくださって。実は私も本気で二箇所を取り返そうと思ってきたのではありません。それは何ともありがたいことです。いえ、何をおっしゃるのです。両家が隕石となった以上、譲歩するは当然のことでありましょう。しかるに劉公宿、そろそろ本題に入らせていただきます。あて、今も本題を話していたはずですが。これからが本題。ここまではただの前置きです。前置きが終わったとなれば、どうぞ本題のお話を。2年前、公宿は約束されたはず。当座のところ慶州を借り受けるが、他の州軍が取れた暁には即座に我々に慶州を返すと。されど朝廷は公宿を慶州牧に任じた。我が君はできるだけ早く公宿に他の地を手に入れていただきたいと考えておられます。時が経つほどに慶州が公宿の領地であると民に思われかねませぬゆえ、まさかお二人とも生死に書き換されたことをお忘れですか。さよう。死刑殿、私も早く地盤を手に入れて慶州をお返ししたいのです。されどご存知の通り、曹操の兵力は実に強大。今我らに北伐せよとは極めて酷というものです。酷なことを強いるつもりはございません。何しろ天下は広いのです。しからばどうせよと。孔明殿は聖職を取れば慶州は返すとおっしゃった。ではなぜ聖職を攻略なさらない。お
治める劉将は無能の輩、攻め取るのは容易でしょう。確かに劉将は無能です。曹操ほど強くもありませんが、打つことはできませぬ。ほう、訳を伺えますか。できぬと言ったらできぬ。いかがされました。私が失礼なことでも申しましたか。死刑殿、我が君の弱点を突かれましたな。あ、それはどういうことでしょう。生殖の主劉将は確かに暗愚ですが、我が君と同じ劉の姓、天使とつながる官室の末裔同士、兵を出せば骨肉の争いとなります。かようなことがどうしてできましょう。さりとてこのままでは他に身を寄せる地がないゆえ、慶州を返すこともかなわず、御公にも申し訳が立たない。片や兄弟、片や縁戚、どちらも立てねばならず、それゆえ我が君は苦しんでいるのです。死刑殿、どうか御公に我々の苦しい立場、言葉を尽くしご説明いただきたいのです。今しばらくご猶予願いたいと。それは困りました。慶州を返せぬというのは良いとしても、南軍効果も渡したくないとなると、いかにも筋が通りませぬ。よくお考えいただきたい。私も申し開きできませぬ。我が主君とて返答にお困りになるはず。妹君を嫁がせた仲なのです。承知してくださる。主君が承知しても大都督は承知しませぬ。後勤殿のお考えは。大都督はすぐにでも聖職を取っていただきたいとの考え。わかりました。やむを得ません。御校と周遊殿にお伝えを。五年のうちに聖職を取ると。いいえ、直ちに攻略していただきたい。死刑殿、兵法をご存知でしょう。聖職は遠方の地、攻略のため遠征するにも、我が軍は未だ兵馬の準備が足らず、兵糧も十分ではない。準備に三年はかかりましょう。ならばこちらには十分な兵と兵糧がある。兵馬、兵糧が足りぬとおっしゃるのなら、代わりに我々が聖職を攻略いたしましょう。聖職を取った暁には引き換えに慶州旧軍を返していただく。さようであればそちらも異論はないはず。よいでしょう。後勤殿のご武運をお祈りいたします。孔明よ、周瑜率いる五の精鋭相手に劉将が勝てるなどとはとても思えぬ。心配ご無用です。周瑜は聖職を攻めはしません。慶州返還を迫るため強く出たまでのことです。孔明、劉中でそなたは申した、聖職は必ずや取らねばならぬとな。もし周瑜に先を越されたら不利な事態となる。聖職へ大遠征するとなれば、兵馬も兵糧も消耗します。我々の今の力では到底無理です。周瑜が聖職を取れたとて、後の損失は甚大でありましょう。ここは様子を見てことに当たるが最善。第一、聖職攻略は露宿の苔脅しに過ぎません。孫権は慎重です。
五の兵力を消耗してまで聖職を攻めようとはしないでしょう。さように願うが。案の定諸葛亮は準備が足りぬと申しました。五年の後なら聖職を取れると言ったので、申し合わせていた通りに返答すると向こうは認めるほかなく。理由高賢殿、理由美名欲も抜け抜けと言うに事欠き、官室の末裔同士上攻められぬと肩腹痛いわ。高賢殿、聖職攻略は一大事です。主君がご承知なさるか。そなたはどう思う。主君のことださぞ悩み抜かれるでありましょうな。教えてやろう。すでにご承知で。まことに。そなたがおらぬ間に定府郊外関東ら四老将が女性定邦両毛ら若き八将軍を伴い慶州を攻めるべく願い出た。主君は我が計略に賛同された。なんということだ。五の将軍たちが総出で主君を説得にかかったとは。大都督、私はご下命に従います。今より大都督を全力でお助けいたします。何なりと私にご命令ください。よいだろう。五から書状が来たか。主君にお渡ししました。我が君、これを見よ。孫権より定府を首相に軍勢3万で聖職を攻めると知らせて参った。挙兵の日取り、行軍の進路まで記してある。さすがは周瑜です。実際に兵を動かすと、まず先方両毛の1万が西へ向かい、続いて定府が半年のうちに聖職を攻め取るゆえ、その地と慶州旧軍を交換せよとのことだ。孔明、劉将が相手では勝負にならぬ。聖職は必ずや呉に奪われる。ことは重大です。さすれば呉は2つの大きな州を手に入れることに。東は江東81県、西は聖職12軍。そうなれば我々は喉に刺さった小骨、いずれ取り除こうとするでしょう。我が君、周瑜は先が読めます。おそらく5年、ひいては10年先を見越して聖帝慶州を取るのではなく、より優位に立てるよう図っているのです。もはや城一つに攻勢はせず、天下を取る腹積も。周瑜の志は慶州ではなく天下です。やはり聖職攻略を認めたのは誤りであったか。さてどうすればよい。しばし時間を。我が君我が君、わかりました。周瑜はやはり周瑜です。聖職攻略はただの見せかけで、道を借りて核を撃つの刑なのです。ここにしかと書いてあります。西に軍を進めると、この慶州を通って行くということです。その際慶州を攻める計略かと。なるほど。
そうであったか。なんと狡猾な。生殖攻略という名目で来るならば通さぬとは申せぬ。されどそうなっては扉を開けて盗っ人を待つごときもの。やむを得ません。偵察兵に探らせ、呉が送り込んできたのが帝府の場合は兵糧を提供し手助けしましょう。兵を率いるのが周遊であれば、呉が目指す目的は生殖ではなくこの慶州、我々も迎え撃つしかありません。その時は決戦です。こたびの呉の軍勢は精鋭30,000、しかも歴戦の勇士揃いである。こちらは100,000と言ってはおるが、その実は50,000、そのほとんどが新兵。とても太刀打ちはできまい。軍勢30,000では生殖はおろか慶州も落とせません。水量が正しければ周囲は少なくとも50,000は率いているものと。50,000なれば我らに勝ち目はないのか。お待ちください。我々の兵馬の数をご存知ですか。だから50,000であろう。それは元来この地にいた兵の数、実際には80,000おります。何故だ。劉表に仕えていた兵や新兵、南部四軍を攻めて取った兵もおります。曹操や孫権に知られたくないので、今まで我が君にも伏せておりました。お許しください。詫びずともよい。勝つためには兵力を伏せて不意をつくことも必要だ。なれど周囲も当代の名将である。戦をして勝算はあるのか。我々ははるばる来る周囲を待つだけ。いつをもって牢を待つの刑です。この一戦区割り型勝算ありと見ます。目下のところ我らの最大の敵は曹操。周囲と誠にやり合えば孫劉連盟はことごとく破綻しよう。考えようによります。一戦交えれば呉も我々も消耗しましょう。されどその一方、勝つことができれば周囲をはじめ我々に敵対する勢力を一掃できます。孫権も我々とのより強い連盟を望むようになりましょう。慶州も残り、しばらくは安泰が続きます。わかった。よし、腹をくくった。まこと攻めてくるなら戦おうぞ。どうか孫権に返書をお出しください。慶州を通っての生殖攻略に同意すると。どうぞ馬車に。馬車だと。私は将軍だ。乗り物に横たわり出陣する将軍がどこにおる。馬を引け。大都督、馬だ。大都督の馬をここに。はい。
待てよ。しておろうな。すでに我々の兵糧の用意をして待っていると知らせが届いております。決戦の時だ。慶州を取るぞ。攻撃かかれ。外の様子はどうだ。不意をつかれなさすべもなく兵の3割を失いました。今や劉備の軍に四方を囲まれております。諸葛亮め大都督劉備は攻めてきません。何を待っておるのだ。そうか、我々の兵糧が尽き餓死するを待っているのだ。兵糧は何日持つ。領土を断たれましたゆえこのままではあと3日ほどしか。
もやこれまでなのか。大都督、劉備軍からの書状です。降伏の勧告でやろう。使者によれば諸葛亮からの書状とのこと。読め。はい。後金大慶、大慶は聖職と慶州を交換せんとし、慶州を通り聖職を打たれんとす。両感謝に絶えず兵糧を用意し、足元を待つも兄はからんや、かえって我が慶州を攻めんとは両なすところを知らず。後金の乱の起こりてより官室は傾き、曹操は天子を差し挟み、諸侯を圧し、後もまた害を被る。孫、劉、手を結びてようやく赤壁に勝利を得たり、しかるに曹操なお中原にありて派を唱え、天下の災いとなる。孫、劉、両家はただ互いに助け、これを北に防ぐべきなり。しからば本日の戦はただ自らを守るのみにし、本意にあらず。友好の意を示すに我が軍に命じ、東南の道を開く。東に帰らんとすれば我が軍は追わず、戦に得し兵馬士長も返さん。望む楽は大慶、こたびの戦いを忘れ、永遠に命を結び、心を一にし、共に敵を討ち、官室を中高せんことを。帝、領、排除す。大都督、しらじらしいことこの上ない。惑わされてはなりません。まだ三万の兵があります。ご加盟を。かくなる上は戦い抜きましょう。もうよい。このため兵力を残すのだ。大都督、命を伝えよ。東南の道を通り後に引き返す。大都督より止まれとの命が。止まれ。大都督、ご用ですか。支えてくれ。兵州をこの目で見たい。私の生涯最初にして最後の失敗であろう。私が愚かだったわけではない。諸葛亮が賢明すぎたのだ。慶州城に翻るを
目にすることはあるまいな。大都督、大都督、光輝、いらしたか。うん、我が君、私は参ります。白府将軍は私に主君をお支えするよう望み逝去された。あれから早10年、私はお力になれなくなりました。光輝、何を言うのだ。必ず良くなるな。自分が誰より分かっております。私はもう良くなることはありません。呉の素行を継がれて以来、どんなに忌々しい思いをされたか。我が君、お許しください。光輝、何を言うのだ。そなたは呉の柱ぞ。我が君、やむを得ないことだったのです。老将たちの多くが強く敬い従っていたのは亡きお父上、兄上白府将軍は夫人と幼子を残して行かれた。確固たる権威がなくなれば必ずや乱れます。危機を避けるためには横暴に振る舞うほかなかった。老将たちを抑えるためです。なれどその結果、主君の力を削ぐことを避けられず、分かっていました。してはならぬことだと。あえてそうしたのです。私のお仕えする主君は寛大です。さようなお方とよく知っていたゆえ。光輝、もうよい。気持ちはよくわかった。我が君、すでに皇統の基盤は強固ですが、詰まるところ辺境の地です。劉備、曹操、この両者はここまれに見る共有。主君はいわば虎と共に生きる。どうか決して決して気を緩めることなきよう。そなたの言
肝に銘じておこう。黄金よ、もし、いや、お続けください。そなたに何かあれば誰が大都督を引き継げよう。一人おります。私より道理を知り、私より才があり、私より徳が高い高等の柱になりうる者が誰だ。ロシケ。ロシク。ロシクを大都督にお任じください。心配ない、死刑に兵を束ねさせる。ならば安心です。口欲しい、口欲しい。何がだ黄金、何を言いたいのだ。天は終了を生みながら、なぜ諸葛亮も産んだのか。黄金、大都督黄金。大都督。死を生みながら、なぜ諸葛亮も産んだのか。名将周瑜はその大志を果たせぬまま36歳の若さで生涯を閉じた。旦那様、大変です。何を慌てておるのだ。我が君がお越しに。我が君、死刑、黄金が亡くなった。黄金殿が。亡くなられた。できれば夢だと思いたい。まさかさようなことが。こんなに早く亡くなると、東大の名将が書くも急いで
帝よ。帝は非道です。志半ばで我が君黄金殿もさぞや無念であられたことでしょう。いかにも。なれど黄金は自ら死を招いたのだ。黄金は大都督にあるものを推挙した。聞かせてくれ、そなたの意見を。一体誰を推挙なさったのです？そなただ。私を？赤壁大戦の敗北を経てなお強大な勢力を維持する曹操、慶州を本拠地に生殖を睨む劉備と諸葛亮。慶州奪還を念頭に高騰を守る孫権、三つどもえの戦いは激しさを増していく。刃を交わす合戦だけでなく、剣謀と策略が火花を散らす頭脳戦。言葉一つで人を操り天下さえも覆す軍師たち。諸葛亮に加え法皇のごとき天才法統を得た劉備は聖職を手にできるのか。馬頭が率いる北の勢力軍と曹操の互いに相手の裏の裏をかく心理戦。馬頭の息子馬超、張飛との連日連夜にわたる一騎打ち。天下掌握の大望を抱き自分の息子さえも信じない狡猾な曹操、不気味な存在感を増していく軍師芝居。宿命のライバル曹操と劉備の手に汗握る大決戦。曹操劉備二大勢力の拮抗の中、キャスティングボードを握ろうとする呉の孫権と呂宿の思惑、関羽のそして曹操の壮絶なラスト。刃に策謀に運命に命を懸けた英雄たちの空前絶後の戦国絵巻。一瞬の瞬きで天下が変わる。ますますヒートアップする三国志第五部勧誘襲名。いざ出陣せよ。